はい、カズト、今日はどこに行くでしょうか。エムだよ、5つの物語だな、うん、妖怪ウォッチの映画見に行くんでしょ。それ、今後それ一番見に行くだよ。あ、それで これミーノ、ミーノ下のやつが、うん、これエンマ大王5つの物語ってやつよね。あのね、カーストおとなしく見れるの映画見れるよ。何回も映画行ったことある。本当、映画として見てばいいやんかな。もうちょいこうストーリーで厚みが欲しいね。やっぱりオムニバスだった。え、一個一個の話があんまり繋がってないんだよ。多少繋がってるけどさ、最後はね、エムがね、また来年の冬やるんでしょ。ねえ、来年のまた冬に映画公開。うん、ウィスパーが言ってたじゃん。面白かった、面白かった。泣きそうなところもあったんだけどね。あのね、泣かなかった。どこで泣くそうになった。なんかあのあれでしょ、あの女の子はさ、ジバニャンを飼ってた女の子なの、あれ。あ、そうそう、どこで泣きそうになった。はい、行って行って。あのコマさんな、あの赤ちゃんは、あれはどうなったんやろうね。あの赤ちゃん誰かにね、だって人間の赤ちゃん、本当のお母さんとかに返しとったよ、最後。え、返してた、流れるとか返してた、うん、ね、返しとったね。パパ寝てたかもしれないじゃん、その辺。あれ、結局あれ人間に返してたの。返してたね、まあ、エピソードじゃなくって、あの最後のエピソードありちょっとだけ歯抜けるところ浮かんど。え、歯浮かんでも抜けない。面白かった、面白かった。浮かんでも抜けない。よかったよかった。なんかこれがもらったの。お、映画で出てきたエンマ大王じゃん。